重力一生反抗パワーチューブのウッシーです。ついに世界大会の開催地マルタ共和国へやってきました。はい、いいね、景色が素晴らしい景色ですね。あさってですね、19時から試合が始まります。今日はですね、さっき到着したばっかで、これからリカバリーの買い出しであったり準備に充てる期間にしたいと思います。やっていきます。動かしてきて、今日は寝るんですが、その前にですね、今電気を流しております。こちら動けるさんからお借りしてきたポータブル携帯電気機みたいなやつです。まあ、これで明日に向けてですね、明日8時から最終練習やりますので、まあ、そこに向けてちょっとまだ今から気持ちを作っていこうかなっていうところです。僕の今の状態としては、スクベンチがめちゃくちゃ整ってまして、まあ、デッドが、まあ、僕の中で若干の不安要素はあるんですけど、まあ大会だったら大丈夫でしょうという、まあ自信に満ち溢れてます。誰もいない。ここだけなのかね。どうもがとしてます。はい。全部回ったの。さっきちょっとついてる。おはようございます。本日到着して2日目を迎えました。今日は大会前日ということで、朝から軽く最終練習ですね、まあ練習といってもちょっと軽く触るぐらいなんですけど、やっていきたいと思います。こちらが練習場です。今回はインターコンチネンタルホテルっていうホテルで大会があります。でホテルの宴会場で試合っていう感じですね。しっかり気合い入れて練習最後やっていきます。
need to prove this they said, you know, so even if you say back over, Three white lights and a good lift to Kyle Piotr on his strip silver. So Mauro, if you can make your way to the podium, please.